こんにちは。中までたっぷりちあやです。ライトニングリターンズ続きやっていきましょう。ついに最終かな。ラストは誰と戦うかずっと分かってなかったけど、ブーニベルズだね。神に背くって言ってんだから、ブーニベルズ戦があるわけだ。どんな感じの見た目なんだろうな。あのファルシみたいな感じなのかね壁みたいな、モノリスみたいな、あんな感じなのかな。まずはセラを救う、じゃない、バニラを救い出さないとね。レテの見過ぎを止めてやんねえと。生きるものすべてひとときの死を、みんなで新しい世界に生まれ変わるために今日はみんなで死んでくの。でも誰もが救われるわけじゃない。死を超えて生まれ変われるのは選ばれた命だけ。過去の死者たちの魂は過去と共に消されるだけ。こうした死者の魂は生者の記憶とつながっている。生きている人たちの思い出となって語り継がれ受け継がれてきたから、死んだ人たちの思いは残る。死者の魂が消えないのは誰かが覚えているからで、誰もが死者の記憶を失ったら忘れられた死者の魂は消えてなくなる。その逆もありよ。死者の魂を消してしまえば私たちの記憶が消える。死んだ人のことを思い出せなくなるのよ。そう、完全な忘却、過去を洗い落とすみそぎね。では救世院がレテのみそぎでやろうとしているのは、バニラの力で死者の魂を招き浄化と称して消滅させる。そうすれば人々の心から悲しみの記憶が消える。なぜ過去を切り捨てるような真似を。魂が強く生まれ変わるためよ。新しい世界に生きる選ばれし者たちは嘆きや憂いに惑わされない純粋無垢なる存在であれ。それが神様の計画ってわけ。バニラは知っているのか。全部は知らされてないわ。死者たちを苦しみから解放したい、ただそう願ってるのよ。このままレテのみそぎをやれば人の記憶と死者の魂が両方消えるとも知らずに。お姉ちゃんが覚えていてくれたら私たちきっとまた会える。私がどうなっても消えてしまっても、だからお姉ちゃん私を忘れないで。儀式が行われたらセラはどうなる。私はセラの記憶をなくし、あの子の魂も消えるのか。そうね、永久に失われる。わかった、大聖堂に切り込んで儀式を止める何のつもりだ。行かないで。悪いが他を頼ってくれ。みんなを連れて行かないで
私を一人にしないで。わからない。ルミナが一体何者なのか今になってもわからない。忘却の儀式に救いはない。儀式ではなく、お前の。お前には、あれ魂を未来に導く。アヌリスってこんな強かったっけ。おかしいな。あ、一応買えるんだ。買えるやつは買っとこうか。お金が、まあある。何にする？雑貨屋さんもいるのか。ハイポーション、ハイポーション、ハイポーション、エクスポーション。フェニオ。敵するでいいよね。え、魔法屋とか鍛冶屋もいるんだ。いらっしゃいませ。レベルアップとかできるじゃん。なんでこれエアロラできないんだろう。あ、呪法がないとダメなんだ。へー、そうかそうか、そういうことだったんだね、呪法は。なるほど。これでいいのか。ようこそ。これ使えるね。うわー、何この22万8000ギルとか。まあ一個は買わなくてもどうせ使わねえだろうからな。お金。やめておけ。邪魔をすれば死ぬことになる。望むところ、世の終わり来たりして今誰が死を恐れようか。幾百年の待ちわびた終末の日、神に命を捧げよう。死は恵みなり。あ、戦闘なの。よし、オッケー、助けた。これでどうだ。混乱ポーションって俺のこと回復してくれてんのか。よし、倒しきった。強っ。
強いのかこっちが弱いのかよくわからんな。これもしかしてまずい、エアロラとかじゃダメ、ラケが育ってなさすぎるのかな。綺麗だな。素晴らしいな。これまたあのチェックポイントで戦闘すんのかな。うわ、なんかいるよ。侵入者だ、止めろ。死は恵みあり。妙なことになってるな。闇の狩人だ。なんだと。あんたは神の使いだろ。救世員は味方じゃないのか。神に従うとしても救世員に付き合う義理はない。ふざけた儀式をやろうというなら止めるだけだ。だけど儀式を邪魔したら神に逆らうことにならないか。ああ、そうなるな。神に背くと認めるわけだ。許せないか。人の魂を未来へ導く、それがあんたの大事な使命だ。そんな仕事を投げ出す理由はたった一つしかありえない。ライトニング、あんたが神に逆らうわけは。セラを助けるためだよな。こいつは走れ。おい、逃がすライトニング。